秋田さんの得意料理を、日本料理ですね、はい、スタジオボスエグザイル秋田我今天要回答大家的问题请都指教どっちだろう。あ、意外にランダムです、マラヤシ運動、理由はやはりね、体を癒すより追い込む方が好きなんで、はい、常に進化ということで止まってるよりね、前に進んでる方が自分は好きです。両方です、僕の中では境界線はありません、表現者という意味ではどちらもね、素晴らしい、表現をするものですし、でそれをやはりね、掛け合わせてオリジナルのスタイルを磨き上げたいなと思いますので、自分の中では境界線はありません。病気や怪我を治せること、やっぱりね、こういうご時世になって一番感じたのは感謝の気持ちと健康な体でいるということが一番幸せなんじゃないかなというふうに思いますので、今ねこういうコロナの状況下で本当に苦しまれている方もいますし、大変な思いをされている方々もいると思うんですけども、もしねそういう超能力が使えたらね、たくさんの方々を元気にハッピーにしたいなっていう思いはあるんですけども、そういう超能力があったらいいなと思います。ね、人としての成長というところが問われますので、そういった部分はものすごく変化を感じますし、何よりね、より人生が豊かになったと言いますか、自分をね、理解してくれる一番のね、理解者と言いますか、そういう方がいることで、恐れることなくさまざまなことにチャレンジできますし、よりこれからのね、人生が楽しみになりましたので、ものすごく自分にとっては大きな変化があったんじゃないかなと思います。